ピエモンテとはイタリア海軍の防護巡洋艦で同型艦はない。設計者はフィリップ・ワッツ。本級はアドリア海を挟んで退治するオーストリア・ハンガリー帝国海軍の防護巡洋艦に対抗してドガリに引き続きアームストロング社に発注された艦である。建造はエルジック造船所で行われ1889年に竣工した。艦型は ジョバンニバウさんの改良型で若干排水量が大型化された。船体形状は小型の船体に巡船艦級の手法を積む関係から水面から還元が低い平ら肝胆型船体となっており、同時期にイギリスで建造された大日本帝国海軍の防護巡洋艦、何和型に似た艦姿である。艦の構造を全部から記述すると、 水面下に昇格が付き水線部に 35.6cm、水中魚雷発射管の付く管主、手法の 15.2cm 棒立ての付いた炭素砲がで一機が配置され、その後方に、両脇に、船橋を持つ操舵環境を基部とする二段の見張り所を持つ全部マストが立つ。船体中央部に二本煙突が立ち、その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、 空いた場所は関西艇置き場となっており、関西艇は日本一組のボートダビットが、片源二組で計四組により運用された。左右の原則に張り出しが設けられ、そこに複方である 15.2cm 速車砲が棒立ての、ついた単層砲がで等間隔に、片源に機ずつ配置された。後部甲板上に全部と同じ様式の後部マストと、 後部見張り所で上部構造物が終了し、その下の後部看板上に6番手法が後ろ向きで一き、配置された。ありがとうございます。